って、ちょっと待って。すごいお花が、今日はお花ですね。はい、ちょっとまだすごいすごいです。これはピクニック作品ですね。すごいな、お花がいっぱい紙についてる。ピクニック作品、こっちにも。幼稚園まで時間がないので急ぎましょう。急ぎましょう、レッツゴー。ランチはせんけども、いいね、いってらっしゃいしよ、あーちゃん。51分。はい、お願いします。いただきます。シュー、シュー飲む、いいよ、うん、シュー飲む、いいよ。あっちよ、でもあっちない、あっちない。ママの朝ごはんはほとんど取られます、青くんに。それはマンデンとアルタン。うん、アルタンあるけどさ、アオちゃんのこっちじゃん。こっちママのじゃん、うん、ママの取らないでほしい。ネネの準備しよう、アオちゃん。ネネ行ってらっしゃいだよ。いらっしゃい。うん、じゃあポッポーイー、いつけーい。もうこちらに行くんだ。二人とも養成行くってなったらさ、私何時に起きるんだろう。お手上げ、お手上げ。まず私が仕事行くってなったら、お手上げ。幼稚園行きたい。幼稚園行きたい。もうちょっとで行けるよ、あと1ヶ月。いっぱい楽しんできてね。どんなだったか教えて。ラッチしたんだよ。ラッチしないだよ。エグゾーシティさ、もうエグゾーシティ、もうエグゾーシティ。そうしてこのやんちゃが一人残されるのです。4月から幼稚園生です。どうなるんでしょう。準備済むんでしょうか。うんね、よしご飯食べよう。カモンマーミー、いただきます。やっとです、ママのご飯です。ココちゃんの遠足のおにぎりの残りのたらこです。シュー飲みたい。シュー飲みたいか。あおちゃん用にこれを仮についでもママのを飲むんですよね。人のが欲しいんだよね。あおちゃんさ、あおちゃんのご飯あるよ、こっちに。あおちゃんのこっち、こっち、あおちゃんのこっち。シューバイバイだ。あ、ルーム、お豆腐、お豆腐持って、ママ、あれスプーンで取れるんだよ。あと幼稚園行ったら自分で食べれるかな。昨日幼稚園に行ったんですけど、行ったよね。行った。で、体験入園みたいな感じでしてたんですけど、母ちゃんずっと泣いてました。どうなるかね。今本当に青くんすぐネイネイに対して手が出るので、お友達に対してそういうトラブルがないかっていうのが今一番不安です。そして朝のこの準備が、今の時間までに2人の準備するってもうどうしようって感じなんだけど、ママ今のところ青くんと、てか午前中に過ごせなくなる寂しさというよりも不安の方が大きいですね。多分朝着替えをさせるのはほぼ不可能なので、最初のうちはそのまま登園できる服で
寝せようかな。お座りして食べようか。はい、お座りして自分で食べて、ママお皿洗ってくるから。ランチしてじゃないよ。何してるの？パパ、ちょっと。なんで？パパ、お皿。まだね、断乳したんですよ。したんですけど、まだ触るんですよ。男の子ってこういうもの？執着がすごい。大きい？ほんと？幼稚園行くとかさ、パイパイ触ってたらどうなるっけ？ご飯食べてる途中だよ、ちゃん。ご飯食べて、お座りしてご飯食べて。はい、こっち。ほんと、ご飯を座って食べないんですよ、もう。パイパイ触りたいから眠たいって言って目閉じてます。落とす。こらこら、ご飯食べ終わってからにしよう、あおちゃん。あおちゃん、今日ママと何して遊ぶ？ブブー。ブブーだよね。ずっとブブーです。こら。あおちゃん何歳？1歳。2歳だと思うよ。じゃあ、このお手で離してください。あった違うあったさあ、リカーさん、じゃあ、まんまん食べよう、座りして。いたいなくなりました。